真実時間が明けるはず静脈を刺しちゃって余弱な愛が飛び出すもんでレスポールさえも狂気に変えてしまいました。ですが国語はどうもダメで嫌いでした。正しいのがどれか悩んでいりゃどれも不正解というオチでした。本日の宿題は無規制な僕のことを完成で不自由な先に生きていて手を通して僕たちは時々に占いし楽しんで言うんだ寂しいで言うんだ。ここまでこの漢字が読めますか。あの子の師匠は読めますか。その心を黒く染めたのはおい誰なんだよおい誰なんだよ。そのまでこの時期が解けますか。あの孤独みの輪も解けますか。僕たちこのまんまでいいんですか。おいどうすんだよもうどうだっていいよ。時期が解けますか。